当者。軍事件、いざ参る。文王あざなは事件、本名は文宿で、文王の王は幼名青から来ている。魏の実権が芝生に移ると、父文金と共に諸葛丹の乱に参加。だが逆上した諸葛丹に父を切られたため、魏軍に投降する。戦後、文王と文子は罪を償うべく芝生の前に平伏した。申し上げます、諸軍はすぐそこにまで。東洋へ進軍し、攻め寄せた蜀軍を討つ。脅威との件、直こそ最大の任務よ。馬がご入り用で、またお待ちしてます。こたびの北伐が最後と思え、我らの全力で魏軍を打ち倒す。
王位の闘志、まだ衰えず。だが終わりにせねばな。決める。この戦い、星を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼び、兵糧を確保せねば。ここまで魏軍が迫るとは。だが北伐は必ず成功させてみせる。よっ、発見しようだ。エヌエ、月英様のトラ戦車部隊が到着した模様。おお、頼もしい援軍だ。この勢いに乗り、魏軍を打ち破るぞ。またもや敗北を喫すると。ああ、上将、お許しください。東洋は落ちた。皆勝ち時をあげよ。我らの上将を敵味方に知らしめるのだ。蜀の侵攻をまたも。紹介の進言。この戦で蜀を滅ぼす。長きにわたる三国時代を終わらせるのだ。生徒を包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだがな。してもいいよな。よっ、とうとう生徒に敵が。この戦の結果は動かせないかもしれないな。測定の動きが鈍いな。言うかもしれない。噂通りの暗部なんだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
文王は生徒攻略でも華々しい活躍を見せた。生徒陥落後、龍禅は降伏し、蜀は滅ぶ。その後、司馬一族は豪も滅ぼし、天下を統一。新王朝を打ち立てる。文王は秦の優勝として帝からの信頼を得ていた。そんなある日、彼は領州で暴れる戦費の討伐を命じられる。特発樹機能を率いる戦費の前に現地の秦軍は苦戦。趙雲の再来と呼ばれる男の真価が試されようとしていた。兄上、現地で防戦に当たった将はいずれも戦死したようです。それほどの敵に我らだけで太刀打ちできるでしょうか。ああ、敵が機動力を生かし大軍を翻弄するなら、こちらも精鋭で立ち向かえばいい。秦は大国だ。だからこそ戦い方が型にはまってしまった。それでは勝てない敵がいる。今回の場合はそれだ。兄上、やはりかつての英雄趙雲の再来と言われるだけあります。英雄か。語り継がれる数多の将帥たちも不可能と思われる困難に立ち向かい勝利した。ならば我らも同じように。皆、闘志を燃え上がらせるのだ。文次剣、いざ参る。うわー。